万華鏡今日のおうちごはんということで、今回万華鏡今日のおうちごはんを担当いたしますマーティー細です。お願いします。ということで、今日はね、ちょっと最強カレーを作っていきたいなと思いまして、ただですね、カレー本体がですね、実はちょっとね、もうね、僕ややこしいんですけど、陳年の塩麹という芸人の同期なんですけどの家、ちょっと実家に住ましてもらってまして、実はお母さんがね、お裾分けという形でカレーを作ってくれました。はい、こちらですね。もうガッチガチのカレーがね、もうこれすごいんですよ。これほら、ガッチガチのカレーをね、ちょっとお母さんが作ってくれましたんで、ちょっとこちらにいろんなトッピングをして、ちょっと最強カレーを作っていきたいなと思います。まず最初のね、トッピングは冷凍のプルコギですね。はい、こちらをちょっと焼いていきたいなと思います。ということで完成いたしました。こちらがですね、先ほどのプルコギですね。もう埋もれちゃってますけども、で、こちらがもう目玉焼きとは呼べない目玉焼きですね。はい、完成しております。では早速いただいていきましょう。はい、最後の仕上げ忘れてました。こちらチーズですね。はい、チーズをこちらにかけまして、こちら、某 FM ボーファミリーマートですね。ボーファミリーマートのチキンをかけて、ほんまに完全な完成でございます。はい、どうでしょうか皆様。はい、こちらぜひサムネに使ってくださいね。スタッフの方はサムネに使っていただいて、こちらサムネになってると思いますので、では早速、はい、いただいていきたいと思います。はい、これどれから食うんがあれなの、正解だ。いただきます。うまっ、めっちゃうまいわ。なんかもうカレーというよりその丼食べてるだけなんですけどね、もはや。うん、あんまカレーの味せんというか、あれですね、二郎系ラーメンで麺に全然たどり着かへんみたいな感じです、今。はい、うん、これファミチキうまっ。はい、ということで、うん、皆さんもぜひね、最強おうちご飯作ってみてください。はい、ということで、以上マーティー細でした。ありがとうございました。実はね、この下の階が陳年塩麹のお母さんの部屋になってますので、ちょっと感謝を伝えてから、ちょっとカレーをね、いただいていきたいなと思います。お母さんありがとう。最強のカレー絶対作るからね。ありがとう。